セゾングループ、セゾングループ、A 賞、は、かつて存在した、西部百貨店を中核とする流通系最大の、企業グループ。グループ名の、セゾンとはフランス語で、季節を意味する。筒見安次郎が創業した、現在の西部鉄道が、中心の西部企業グループを母体とし、安次郎の死後、流通部門を継いだ次男清二が、西部流通グループとして自立。 後西部セゾングループと解消、多角化はさらに進み、西部を外して、セゾングループと名乗ることで独立色を鮮明にした。1980年代までの急激な拡大成長の一方、1990年代初頭には、平成不況を受け早くもリストラに着手したことで、加盟者数は非常に流動的だが、最盛期の時点で12機関グループ、約100社を数えた。 歴史順に、西部百貨店、西友、朝日工業、西部科学工業、西洋環境開発、西部都市開発の4機関グループを母体とし、生活総合産業宣言により、クレディセゾン、西部クレジット、西洋フードシステムズ、レストラン西部、吉野屋 D&C ダンキンドーナツ等、朝日工業、セゾン生命保険、西部オールステート生命保険を新たな機関企業に選定。 さらに、バブル景気を迎え、インターコンチネンタルホテル、大沢商会、ようやく利益貢献に回った、パルコ、コンビニ時代を反映する、ファミリーマートが加えられ12グループ体制。1990年に、西武ピサ、ウェーブ、リボーンスポーツシステムズ、西武百貨店文化レジャー事業部の3社1事業部が、合併して誕生したピサを加えて最盛期13。 グループ体制とすることもある。また常実に収まらない、個別事業の干渉及びグループ間の調整を図り、横断的な問題への対処、研究を目的に1987年10月セゾンコーポレーションが設立された。一代で、西部の石を築いた、堤康安次郎が1964年に急死、生前父から徹底的な帝王学を受け、後を継いだ。 堤義明は、いぼあに、政治に、西部の流通部門を渡した。偉大な父なき後は、兄弟会を設置し、秩序の維持に努めたが、父の七回帰の場で義明との、相互不干渉の確約を交わし、西部に分裂が、確定的となったことで1971年、西部流通グループを旗揚げした。ただし、 政治は1986年まで西武鉄道の取締役に名を連ね、西武鉄道沿線の西友店舗の一部が西武鉄道からの賃貸であり、西友、西武百貨店、パルコが西武沿線に出店、西武百貨店が後に吉明がオーナーとなったプロ野球、西武ライオンズのユニフォームスポンサーとなり、ライオンズの優勝セールをセゾングループ各店で行うなど、 協力すべき点では協力するという関係だった。なお、優勝セールは2004年までは、旧、セゾングループ由来の西部百貨店、西友、ファミリーマートで優勝セールを行っていた。西部百貨店のセブンアイホールディングスさん帰り以降、200年は、西友から、伊東洋華堂に、ファミリーマートからセブンイレブンに権利が移行している。また、そこを、 西部参加のロビンソン百貨店、東京、埼玉、千葉県内の総合でも行うようになった。2018年の優勝セールは、広島東洋カープの地元である総合広島店、別途広島の優勝セールを開催と、H2O リテイリング及びその参加の阪急阪神百貨店が保有し、二千十九年十月に阪急百貨店に移行した西部高槻店、高槻阪急と、 祖母神戸店、三代目、神戸阪急を除き開催され、1969年、撤退した東京丸物を継承する形で、パルコ第一号店を池袋に開設。パルコに限っては、奔放な性格であるが信頼を置いていた、マスダ通事に任せ、運営には干渉せず自由放任を与えた。1973年の渋谷進出にあたっては、 若者文化やアートとの協調を掲げ、従来になかったミックス型フロア構成とバラエティ感覚で挑み大反響を呼ぶ。この渋谷パルコの成功体験で確信を得た上で、いわゆる文化戦略がスタートした。こうした数量的ではなく文学的経営ビージョンは完成経営と呼ばれ話題となった。日本の誰もが物質的豊かさを享受し、 政治的無関心が出現し始める1970年代は何か目新しいコンセプト、カルチャーやエンターテインメント性こそが欲望され、タイミングとして絶妙だった。こうして文化全般をポストモダン的に展開するセゾン系独特の手法は1980年代にパルコ系アクロス氏が提唱した新人類の台頭によって支えられ、先鋭的。 ブランドイメージを築いた。その根底にあったのは、筒見聖人の最抑制、消費を通じた啓蒙や解放である。池袋本店は全国のモデル店として文化を軸に実験的な改装を重ね、また他方では先行開発した渋谷エリアが若者の街として急浮上し、盤弱な二極体制が出来上がった。池袋では、 最大規模の売り上げを稼ぎ出しつつ、若者文化の情報発信源と化した渋谷からは、後に渋谷系やストリート系、女子高生文化といった数々の社会現象が生まれ、若者消費を牽引した。しかし、一連の急展開は、名門津々家の信用力をバックにつけた銀行融資に依存したものであり、悪なき投資で、見かけ上の規模は膨張を続けるものの、 利益率は著しく低いまま借金退出が続いた。文化の西部を遺憾なく発揮させるには広告から売り場の末端に至るまで外部に依存しない独自展開が必要だった。池袋西部にセゾンの文化拠点としてセゾン美術館西部美術館1975年を併設。単なる集客狙いの採事場の域を超え本格的な展示に挑み、 従来扱われなかった現代アートを中心とし、独自の線を走る。さらに、池袋店本館には、数多くの文化スペースを設け次々に、新鮮な企画が打ち出された。一方で、パルコ系の文化事業はそれ自体が、ファッション商品であると位置づける。現在、六本木ヒルズが立つ場所にあった、ウェーブ、ディスクポート西部、1973年は、 当時まだ入手困難だった音楽を集め、新たなジャンルを開拓した。1975年に、大型書店のリブロ、西部ブ,ブックセンター、アート系書店で、美術品も扱う前衛的な形態だった、r v i v ニューアート西部が発足。パルコ出版や、リブロポート、トレビルなどを通じ、決して販売部数は期待できない本格的な美術書や、 文芸賞を独自に出版。声優は、ベタイム社と提携し、セーブタイム、ゲン、角川、SS コミュニケーションズで、情報誌を展開。これは後に、チケットセゾンを吸収し、紙面と連携。1979年には、いわばアングラ系小劇場、ミニシアターの先駆け、スタジオ200、学校外から、知識、教養の普及を図る、コミュニティカレッジ。 日本初の総合スポーツ店、スポーツ館を開設。声優は、スーパー業界では劣勢だったため上質な売り場提案による差別化を検討。その一環で開発された、プライベートブランド、無印良品、1980年が異例のヒット。また脱チェーンストアとして、西武の名を冠し、立地ごとにカスタマイズされた、声優独自の百貨店業態を模索。 後のリビン。テレンス・コンラントの提携による池袋西部、ハビタ館より、家具市場に参入、1982年。また、シネセゾン、映画配給1984年など、グループ各社による映画事業への進出は、旧体依然としていた映画業界の常識を覆す斬新な取り組みが見られた。倒産した。 大沢商会を参加に収めたことで、1984年、国内高級ブランドのホールセールをほぼ独占、ファッション総合商社の西部が完成。演劇の場として、銀座セゾン劇場、1987年を開設。FM 放送局、JWAVE、1988年に出資。西部百貨店から、生活雑貨スペース、ロフトが、分社独立。 1996年、西優側では、大工、大工を展開し、モダンリビングのトレンドを先取り、西武百貨店は、家具専門のハビタ館の後継とも言うべく、北欧インテリア専門店、イルムスと業務提携し、1998年、池袋店にイルムス館として日本初導入、1999年、スカンジナビアモダンの流行に宣伝をつけた、 ホテル業では、西武鉄道国土計画グループ、当時のプリンスホテルに、スケールではなく室で対抗し、少数宿泊かつ最高のラグジュアリーを提供する、画期的な内容のホテル西洋銀座を行、1987年。国際的な高級ホテルチェーン、インターコンチネンタルホテルを、約2、800億円で買収、1988年し、西有子会社とした。 1990年代初めのバブル崩壊から長期、平成不況期に入ると、イメージ戦略は必ずしも消費と結びつかなくなり、百貨店離れスーパー離れを引き起こした。高級消費財や娯楽への消費は抑制され、脱、流通業として手掛けられた不動産、ファイナンスは多額の負債を抱えた。また、イトマン事件をめぐり、西部百貨店関西が、 絵画取引をめぐり虚栄中など、闇会と関わっていたことが報道されるなど、企業イメージを失墜させる事件も発生した。カリスマ的な西部の堤家の存在を暗黙の信用担保とした体質、堤見誠治のワンマン体制、地方の不採算な店舗など、華やかなブランドイメージの影で覆い隠されてきた問題は、一気に明るみに出た。堤誠治が代表から失脚。 1991年、して、西部百貨店に復帰した、和田茂明は、店員の顧客への対応の悪さなどを、西部百貨店白書で赤裸々に記述した。後に、和田は、総合グループの再建にも当たった。こうして本業が揺らぐ中、不動産開発の西洋環境開発、西部百貨店参加とノンバンクの東京シティファイナンス、西友参加は、共に、 多額の負債を抱え、1990年代後半のセゾンはリストラを断行した。当初はそれぞれ、親会社の西部百貨店、声優でリストラ、資産売却を実施。声優はファミリーマート、良品計画など上場市会社とインターコンチネンルホテルグループの持ち株を手放した。しかし、第一管理を筆頭とした取引銀行団の意向は強く、 それでも残った負債のために、クレディセゾン等多のセゾングループ企業や筒見政治、個人からも支援を要求したため、各所で資産売却を決行し、最後の懸案だった、西洋環境開発の生産をもって、2001年にセゾングループは事実上解散した。セゾン計画者は、グループの解散により、資本的根拠は薄くなったものの、協力関係は一部に残っている。 西武百貨店を傘下に置くミレニアムリテイリング現祖号。西武は西武鉄道グループ改め西武グループとの再合流を目指すもセブンアイホールディングスと電撃的に経営統合。2006年9月にクレディセゾンは西武ホールディングスと西武プリンスカードの発行を開始。2011年にはクレディセゾン単体で扱っていた祖号。 西部の提携クレジットカードを 7&i と、クレディセゾンの合弁会社 7CS カードサービスへ、会社分割の方法事業上とした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。